こんにちは、おじこです。今回は私のスキンケアについての動画です。ツルツルピカピカの完璧なお肌ではないんですが、6月頃の海を持った非常に大きくて痛い出来物が常に複数あった状態から比べるとかなり安定してきて、普段のお肌に戻ってきたようなので、自分史上最高に荒れた状態から普段のお肌の状態に戻して、それを維持するためにやっている生活習慣なども含めて私のスキンケアルーティーンをご紹介します。やっぱりクレンジングからスキンケアは始まってると思うので、クレンジング、スキンケア、それからその他の部分について3つに分けてお話ししたいと思います。まずポイントメイクを落とすのにこちらの2つを使っています。ヴィフェスタアイメイクアップリムーバーとファシオイージーマスカラリムーバーです。ヴィフェスタのアイメイクリムーバーは本当にあと少ししか残ってないので、すでに新しいのも置いてあります。ポイントメイクを落とす流れとしては、まずファシオのマスカラリムーバーをまつげにしっかり塗っておいて、その間にヴィフェスタのリムーバーでリップと眉毛を落としておきます。マスカラリムーバーを数分置いておくとマスカラが溶けてくるので、それをコットンでつまみ落として、それからヴィフェスタのリムーバーでアイシャドウとかアイラインとかを落とすという流れです。ヴィフェスタのアイメイクアップリムーバーは10本以上リピートしたんじゃないかなというくらい何本も使っています。他のポイントメイクリムーバーもちょこちょこ使ったりするんですが、やっぱりこのヴィフェスタのがよく落ちますし、目もシミないのでずっと愛用しています。ファシオのマスカラリムーバーについては、私は下地もマスカラもたっぷり塗りますが、マスカラリムーバーを使わなくてもヴィフェスタのリムーバーで十分落ちていたので全然使ってなかったんですが、ファシオのマスカラベースを使うようになってから、あれは本当にヴィフェスタのリムーバーじゃ全然落ちないので、それがきっかけでマスカラリムーバーを取り入れるようになりました。ファシオのマスカラが強すぎるということで、それを落とすならやっぱりファシオのものがいいかなと思って、このファシオのマスカラリムーバーを使っています。マスカラリムーバーはこれしか使ったことがないですが、とてもよく落ちると思います。顔全体のクレンジングはピュアビビクレンジングバームを使っています。今まではクリームタイプのクレンジングを使っていたんですが、小鼻の溝にかなりひどい出来物が連続してできるようになってしまって、鼻の溝のところに出来物ができるということは、もしかしてメイクが落としきれてないのかなと思って、それでクリームよりは洗浄力が高くて、でもお肌には比較的優しいというクレンジングバームを使い始めました。このピュアビビのクレンジングバームはクレンジングバームの中ではおそらく一番お手頃な価格帯のバームだと思います。それでもバームタイプのクレンジングは他のクリームタイプやオイルタイプと比べると少しお高めかなと思って今まで手を出していなかったんですが、使ってみると洗浄力も高くて素早く落とすことができますし、それから顔も突っ張ったりしなくてすごく調子がいいです。それから私は石鹸で落ちる日焼け止めを使っていて、このご時世なので日焼け止めにマスクっていう日も多くあって、それで石鹸で落ちると書いてあったので洗顔料で日焼け止めを落とす日々を送っていたんですが、最近は日焼け止めだけの日でもクレンジングをするようにしています。やっぱり石鹸で落ちる日焼け止めだけの日でもちゃんとクレンジングをするようになってから、お肌の調子が良くなったような気がします。化粧を落とすものではありませんが、クレンジングの最後の工程としてロゼット洗顔パスタのアクネクリアをダイソーのホイップルンでよく泡立てて洗顔します。ピュアビビのクレンジングバームはダブル洗顔不要のタイプですが、一応最後に洗顔料で洗顔しています。ロゼットのこのアクネクリアのタイプは洗い上がりはすっきりさっぱりという感じなんですが、かといって全然お肌が突っ張る感じもなくて、非常にいいバランスで潤いを残してくれてるように感じます。私は割と美白とかくすみクリアとかそういうタイプの洗顔料を使うことが多いんですが、肌が敏感になってしまったのか、今までは全然感じていなかった肌の突っ張り感を感じるようになってしまって、なので今はニキビケアに特化したものを使っています。香りもハーブ系ですっきりした気持ちになります。これで顔のすべてを落としたので、次は顔にいろいろ塗っていく工程です。まずは冷白ハトムギ薬用化粧水を塗ります。
グリチルリチン酸ジカリウムとアラントインが入っている顔の炎症を鎮めてくれる薬用化粧水です。こちらを使い始めて急激にお肌が良くなったわけではありませんが、徐々に肌が落ち着いていったような気がします。液体も白っぽいシャバシャバタイプで、使った感じも正直前に使ってたナチュリエのノーマルのハトムギ化粧水と明らかな違いっていうのは正直私には分からなかったです。私の好きなシャバシャバタイプでハトムギっていう成分も安心感があるので、しばらくはこれを使い続ける予定です。時々パックを使う日もあります。ルルルンフェイスマスクの肌バランスを整えるタイプです。このパックは毎日使っていいものみたいですが、私はコストとかを考えるとちょっと毎日は使えなくて、私の使い方としてはすごく日に当たってしまったとか、もう肌が絶不調だとか、そういう時に使うとちょっと染みてしまうので、かえってその肌がすごく悪い時はこのハトムギ化粧水でまず炎症を抑えて、一番ピークに悪い時から少し良くなってきているくらいでこのパックを使います。だいたいその良くなりかけのお肌に2日くらい連続で使って、その後は1日おきとか2日おきとか様子を見ながら使っています。私はこの7枚パックを3つ目のリピートなんですが、確か30枚入りの大容量のものもあったと思います。私は秋っぽくて途中で使わなくなってしまうともったいないので、今のところはこの小分けのものを細かくリピートしています。このルルルンのパックは白のルルルンを時々使っていて、特にルルルンのシリーズのフェイスマスクの形というかサイズ感というか、それがすごく私の顔にちょうどよくて好きだったんですが、この肌バランスを整えるルルルンは割と使ってすぐ効果が出たように感じます。ニキビがパッとなくなるとか、毛穴が急に全部閉まるとか、そういうわけではないんですが、なんか調子いいなっていうお肌になることができます。パックか化粧水が終わったらメラノ CC の美容液を塗ります。私は主にニキビ跡に塗っています。もちろん即効性があるわけではなくて、塗らないよりは塗った方がいいかなという気持ちで使っています。スキンケアの蓋として私はジェルクリームを使っています。ナチュリエハトムギ保湿ジェルとモモプリうるおいジェルクリームです。基本的にはモモプリのジェルクリームを使って、本当にお肌の調子が悪すぎる時とか、それから体にはこちらのハトムギジェルを塗っています。どちらも同じくジェルクリームなんですが、気持ちモモプリの方がクリームは固めかと思います。塗ってる時はサラッとしてるけど、塗り終わると案外しっとりとしたお肌になるというのはどちらも似ています。夏場は特に美容液とか乳液とかを重ねるよりも、私はジェルクリームでスキンケアを終えた方がなんとなく肌の調子がいいので、ジェルクリームを使っています。出来物がある時はドルマイシン軟膏を塗ります。私はだいたいボツッと大きい出来物ができて、それがほとんど必ず産んでしまうので、このドルマイシン軟膏は非常によく効きます。可能止めのお薬でそんなに高価でもないので、一つ薬箱に入れておくと便利だと思います。病院で見てもらうのがベストですが、とりあえずすぐ膿を持った出来物を何とかしたいという場合は、本当にこのドルマイシンはすごくおすすめです。スキンケアの一番最後にクラブホワイトニングパウダーをまぶします。これはベタつきがなんか嫌だなっていう時と、あとは首によくまぶします。中のパフは今はダイソーのものが入っています。このダイソーのパフはちょっと肌触りが良くないんですが、まあ粉をまぶせればいいのでとりあえず使っています。スキンケアのおまけとして、まつげ美容液は今は DHC のものを使っています。本当はマジョリカマジョルカのまつげ美容液が私は一番気に入っているんですが、売り切れてたので同じような価格帯の DHC のを使っています。最後に生活習慣については、私が感じたのはとにかく睡眠が大事ということです。私が一気に口周りにできものが4つとか5つとかできていた時は、なんかうまく眠れなかった時期で、もちろんマスクによって肌が弱ってたということもありますが、その眠れない時期に明らかにガクッと肌が悪くなりました。眠れないっていうのはなかなか難しい問題で、私的にはよし眠ろうって考えた時点でもう眠れないことが確定みたいな感じで、それで私が一番効果を感じたのがギャバの入っているチョコレートを食べるということです。
寝ようと思ってる1時間前くらいにギャバのチョコレートを食べたらよく眠れたような気がします。ギャバが効いてるのか、チョコレートが美味しかったから眠れたのか、今となってはよくわからないんですけども、ギャバのチョコレートを食べたから大丈夫だっていう安心感で私はよく眠れたのかなと思います。寝なきゃお肌に悪いから寝なきゃって強く思いすぎるとますます眠れなくなったりもするので、この話は忘れていただいて、ちゃんと眠った方が体にはいいけど眠れない時はしょうがないと思います。私はアレルギーも好き嫌いも特にないんですが、カップラーメンだけとか1日1食とかそういう結構雑な食生活を送っていたので、できるだけお野菜もお肉もお魚も意識していろんな種類を食べるようにしています。私はグルテンフリーとか添加物を避けるとかそこまではこだわっていなくて、コンビニの野菜がどっさり入ってるようなスープとかそういったものを食べています。サプリメントはアミノマルチビタミン&ミネラルとそれにプラスしてビタミン C を取っています。こちらで栄養のベースを作って、それにプラスで水溶性ですぐ排出されやすいビタミン C を取っています。この組み合わせで飲むようになって2ヶ月くらい経つんですが、若干肌が頑丈になっているような気がしないでもないという感じです。以上が私の最近の肌についてのあれこれでした。マスク肌荒れは本当に悩ましいですよね。皆さんもぜひこれ良かったよっていうアイテムなどありましたらコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。おじこでした。じゃあねー。